はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。今週も1週間無事に終わりそうですね。はい、で、まあだいぶ暖かくなってきたのかなと。おとといも代表とこれで今年の寒いのは終わりかな、今日もまだ寒の元やるかもなみたいな話したんですけど、いやー今日も暖かいですね。日が暮れて結構経ちますが、まだまだ、まあ、若干涼しくはあってジャケット着てないと辛いかな。だけど、ね、中にはこう今日ね日中半袖の方も見かけましたよ。いやいやまだまだ半袖は早いだろうと思うんだけど、その方的には普通なんだろうな、夏暑くならないのかと思ってましたが、はいはいはい、ね、はい、まあ皆さんもこう季節の変わり目、何度も言ってますが体調を崩しにならないようにしていただければなと思います。はい、で、1本目というか、まあ1本は、まあ、WBC の試乗会せっかくだからね。はい、ね、一応日韓戦勝ちましたねっていうか、あれはあの試合としてどうなんだろうっていうね、はい、まあ、その辺の話もするんですが、結局13対4だっけ。はい、大勝もいいところでしたね。一瞬あの、あ、これコールドになるかなって私7回思ってました。7回裏やばい、これコールドいくかもって思ってました。実際2者残塁だっけ、うん、2者残塁だっていうのは1残塁だったもんな、うん、だからでダブルプレーで終わったから、あれ、もうちょっと深くて、シングルヒットだったらもうその時点でコールドだったんだよね。グランドスラムでコールドとかだったら分かるけど、こうね、シングルヒットでコールドだったらちょっと泣くに泣けねえなって感じがしないでもないよね、うん、あ、一応別にダブルプレーでチェンジだったから、犠牲フライでも OK なのよ。犠牲バントでもスクイズでもセーフティーバントでもよかったわけよ。はい、まあその辺はむしろちゃんと9回までやれてよかったなって感じだけどね。ひと言言うとお前に怒られるか。でね、なんだこう勝ってよかったねって話だと思うとして、過去もこう騒ぎすぎだねとこうって話も脇に置くとして、はい、言いたいのはね、ただ一つ、はい、韓国の投手陣大丈夫、はい、です。うん、まあ、知っての通り、ご覧になった方は分かってらっしゃると思うんですけど、めちゃめちゃリリーフしてました。めちゃめちゃリリーフしてました。はい、1回に何人投手突っ込むんだろうこれ。あれ、あ、ちょっとお手洗いったらまた投手変わってるわこれ。まあ、私見たのハイライトなんで、フルで生放送で見てたわけじゃないんですけど、あれ、さっき違う人がこうピッチング練習してたと思ったんだけど、お手洗いって戻ってきたら、まあ、早いってとこにバトル同士変わってるなみたいな、そんな感じでしたね。うん、特に打者一巡した時はそんな感じでした。はい、まあプロ野球でも打者一巡なんてのはそうそうないんですが、っていうかね、国際試合で、10点、ダブルスコアな、ダブルスコア、トリプルスコアなんてあるんだ、不平って思ってしまいます。まあ、ただね、今回のプール1次リーグは、まあ、リーグって言ってるところがある通り、勝ち抜き戦ではありません。トーナメントではありません。はい、少なくてもあと2試合はあるわけです。はい、その、勝ち負け数、まあ、勝ち点じゃないね、勝ち負け数、勝利数で、本戦、リーグ戦になって決勝のトーナメントに上がるかどうかが決まっていくわけですがね。うん、だからこのリーグ戦の間はまだ突破の目がある状態で、選手を使い潰すのはどうだっていう話です。もちろん戦力の逐次投入は戦争においては愚策です。それはその一発を勝てば OK だからって話で、それは同じ決勝トーナメントの時も一緒です。その一戦負ければそこでおしまいなんだから、惜しみなく戦力を、惜しみなくベンチから選手を送り込んで、でも勝つ、これが正しいですよね。だから今回韓国がやったやり方を、決勝トーナメントでやってれば、お、粘ったねって私褒めたところですよ。あー、負け戦とはいえ頑張ったな、よく諦めずに最後までやった、素晴らしいって褒めてあげるところなんですが、繰り返しになりますけど、まだリーグ戦です、まだリーグ戦です。はい、まだ一応ね、残り2戦を大勝することができれば
突破の目がないことはありません。はい。ね、五国っていうのかな、5つの国の間で2つ咲き残るのかな、その状況なんで、まだ諦める時間じゃないはずなのに、なんかこう、相手が日本だとやたらめったらと、もう全力で、もう成功尽きるまで選手を投入してしまったのはどうなのってちょっと思ってしまいました。ね、でね、さっきちょろっと言ったけど、トリプルスコアって国際試合で起きるんだ、ほへーっていう話をしました。はい。今、韓国の笑い話をしてましたけど、今日あった、まあ、今おそらく、次の試合、日本に来たら2戦目が行われていることでしょうが、1戦目、ゴーシュー対中国。なんとコールドだったそうです。はい。12対2だったかな。あれ?国の代表、国旗を背負ってきてるから、そうそう、ブザマな巻き方はできないはずなんだけど、何これっていうね。前回、前々回の WBC、そこまでひどい試合なかったと記憶しているんですが、私ありましたっけ、ね、少なくても、韓国と中国は野球そこまで弱かった印象、まあ、もちろん、そうそう負けないかもしれないけど、たまには土をつけられるぐらいの相手だった記憶がしてたんですが、あれ、オーストリアってそんな強かったっけみたいなね、オーストリアって野球のリーグあったっけみたいな感じで思い出してしまいました。はい。ね、まあいいや、その辺はね、いいんです。その辺はいいんです。はい。先生よ、おそらくだから今、日本代表が戦っている子でしょう。サマイジャパンには、昨日の負け、勝ちに怒らず、今日も、堅実に、今日もきっちりと勝って、また一つ白星を積み重ねていただけると嬉しいなって、私は思う次第です。はい。サマイジャパン、今日も、そして明日も頑張ってください。ありがとうございました。